野外だ、日光ミュージックステーションだ。皆さんこんにちは、こんばんは、エイジスピリットでございます。はい、日光ミュージックステーション2021夕方の部に来ております。こんにちは、ありがとうございます。熱い男来ました。天気も暑く、どうすかこの天気。完璧ですね。よろしくお願いします。はい、小池さんのグリルドチーズサンド、うまそうだね。あー超うまそう。このクソ暑い中ビール飲みて。俺たちは日光を愛して、俺たちが今まで日光だ。ソースブレンドですか。ブレンドです。いやー、夏ですね。広島は尾道フルメイトです。味付けが入っております。ソースデビースカフェのブレンドソース。ブレンドソース10月までやってますんで、はい、ぜひお楽しみください。ぜひよろしく。はい、ダディーズカフェのイカ焼きだ。ランボです、ちょっと懐かしいでしょ。あの知ってる人はこの曲、TOKIO。 はい、はい、皆さんね、50代以上ですね。店の名前ってなんて言うんですか。水のラックですね。そちらにフライヤーあるので。あー、ハンバーガーがメインなんですか。そうですね。すごいですねこれね。なかなかキッチンカーでハンバーガーって珍しくないですか。そうでもないですか。まあ珍しいですよね。結局持っていけないっていうのがあるんですね。あー、この数を持っていけないっていうのがある。あー、そうですよね、はい、いやー嬉しいなこれ。ありがとうございます。あなたの気持ち、音楽に届けてください。この曲だけは唯一 CD に入っておりまして、なんと、はい、ビートクラブオールスターズ4というね、ビートクラブスタジオのオムニバスの4枚目のオムニバスなんですけど、2枚組で1枚は栃木にゆかりのあるミュージシャンがですね、全員和楽踊りをいろいろなアレンジでカバーして、今日
持ってくるの忘れました。あの、はい、あのビートクラブオールスターズ4でですね、あのアマゾンとかで検索してぜひ買ってください。2000円でございますのでよろしくお願いします。で、はい、ということで新公園さんでやっている日光ミュージックステーション2021、はい、かなり暑いですよこちらね、10月まで第3土日開催しておりますんで、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしく。次回もお楽しみに。